こんにちは、ブルーホスです。ということでね、続きやっていきましょう。前回人形持ってたのにね、急にセーブで一旦区切ったからさ、人形持たなくなったんだよね。ということで、二つ目、ハメハメしておきましょう。ちょ、それははめれないよ。どんなはめ方してるんだよ。Go, sail, and go. これ、頭と足ってね、ゼルダの伝説に出てくる巨人みたいなもんだよな。OK。じゃあ続いてはここやっていきましょう。私欲退治の鍵。私欲と退治がいいんだね。さあ、出てくるぞ、出てくるぞ。急なびっくりポイント。おわし、これどうやって出来上がったのか。あ、痛い。しかもお腹噛まれてんの。足とかじゃなくて、しかも、ここまでズタズタにされてるのにさ、よう生きてられるよな、すごい。痛い。わー、わー。いや本当にこれ一般人じゃないよ。クリスでもここまでさすがに引き裂かれたから。しぶしぶ。うい。あ、痛い。よくやってるから。まだ生きてるか。ふん。体力は意外と低いんだな。でもこれなんかウルフスベインで一撃で始末できるみたいな。うん、俺を許してくれ、ルイザ。あ、旦那さんでした。ルイザのね。あ、こんなとこに馬とかいたんだ。うえー。さて。ここでアイテムあんまり拾ってないんだけど、まあちょっとアイテムを拾うのは、まあおいおいにして、まあどうせ戻ってくるしね、ちょっとこの気持ち悪い環境の中でゆっくりと探索するのはちょっと気が引けるので、まあ、さっさとやつをね、どつき回しに行きましょうというのが、今回の目的でございます。鍵外す。ショットガン。オッケー、炸裂。ショットガンじゃねえよ。グレネードランチャーだ。で、ここ確かいたよね。Like a Zen Gentleman!がいたと思うんだけど、どっちもいたっけ、こっちだけだっけ、じわじわって言うんだね。おう、いた。あ、2体いた。あ、近い。ヘッドショット。どうせなら首が吹っ飛ぶ瞬間とかもね、やってくれたらいいんだけど、さすがにそこまでの表現はね、ちょっと買うバージョンをミスったので、なかったんですね。残念でした。さてさて、風車小屋ですね。まあ、ここ近くだって言って、まあ、楽器職人とかは、またちょっとここに戻ってくる機会があるんで、それをね、やっていこうかなというふうに思います。片手でなぜか掴む。片手で掴むのはいいけど、相当な筋力がないとなかなかやっぱ難しいんだよね。自分が筋トレとかやり始めて、あれの難しさ、懸垂の難しさとかを知って初めて、あ、こんなに大変なことなんだ。ぶら下がることとか、体を持ち上げることとかって思ったもんね。1歳の娘がいるっていう話も、もう耳が腐るほど皆さんにしてきてると思うんですけど、いや、すごいよ。やっぱ体が軽いからさ、自分の体重も支えやすいのかさ、1歳って言ったらさ、まだ本当によちよちなんですよ。よちよちなのに、こう、もちろん、いつ落ちてもいいように、こう、抱っこできるような、こう、防御体制ではいるけど、赤ちゃんをこう支えると、あ、鉄棒にぶら下げるとね、プランプランってね、ずーっとぶら下がってられるの。本当に1分くらいぶら下がって、まあさすがにちょっとこれ以上急に落ちたら怖いからと思って抱きかかえたりするんですけど、1分くらい平気でプランぶら下がってね、その間もね、こう謎にケケ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 が笑うんですよね。すごい楽しいのか、なんかプラプラしてる自分の体が面白いのかわかんないんですけど、だから前回さ、ほら、ベビーとね、鬼ごっこしたじゃないですか。赤ちゃんってこう、あ、こういうことで笑ってくれるんだって思うと、やっぱり大人って楽しいし、そう、大人って普通そんなことじゃ笑わないみたいなことで、ケラケラ笑ってくれるから、すごい楽しいし、で、そういうのもあるから、なんかついつい調子に乗ってね、あ、こんなこともしたら、あんなこともしたら楽しいんじゃないかなって思ったりとかして、あ、合ってるこれ。あ、こっち。ケラケラ笑ってくれるから、ね、すごい楽しくなっちゃうってね。あれ?モローがいない。で、急にモローが現れる。こんな吹きさらしのところにね、このフラスコとか置いちゃダメよ、本当に。スン。スン。で、急に現れたモロー。砂嵐には一体どんな映画が流れてるんでしょうね。オードリー・ヘップバーンのローマの休日とかかな。オードリー・ヘップバーンね、うん。一回見たんですよ、それまで。ローマの休日。ちょっと僕には面白さが分からなくてやめちゃったんだけど、親父曰く、あれは最後まで見て面白さが分かるものだって言われちゃったんでね、またちょっと機会があればね、
みたいなと思って、でもシンプルにオードリー・ヘップバーンがもうあのなんかただただ美人だなっていう風に思った、うん、あれ白黒だから魅力がその伝わりきってない部分もあるかもしれないけども、あの逆なんか白黒だからこそこう見えるこう美しさというかこう鮮明さというかね、部分があるのかもしれないけど、ね、まあ、ただただわがままの王子様とか、ただの王子様というか王子様になった時にだからわがままになっちゃうっていうのもあるかもしれないけどね。だってあんなさ毎日キューティーさんに閉じ込められたとかさ、例えばさゴロみたいなさこんな部屋に閉じ込められてるとかしてさ、こいつ情緒不安定かって、カッパよ、足ちゃんと5本、水かきあるよね、よくよく見たら足に水かきあるよな、水かきがある人間、ワンピースの巨人かもしくはウォーターワールドに出てくるマリナーくらいだよな。こいつカドゥーってその何なの、ワンピースでいうとこの覚醒みたいなこともできるの、その携帯変化だとかだけじゃなくてさ、自分自身のさ、なんかこういうフィールドまでいろいろ変形させられるってね、普通に考えたらなかなかできないことだと思うんだけど、ほらお前らイーサンを閉じ込めるのじゃーってさ、コソドロやろうめって、あなたがさもう目の前で盗んでくださいと言わんばかりの状態を作ってたのが問題だったのか、バカなものでしょうか。悪態ついちゃダメ、悪態ついちゃダメ、みんな頑張って生きているんだ。どうぞ。あの今日さゲーム始めるときに、あのなんか ジャイアントなんとかみたいなそのあれが映ってたんですけど、ね、ほら四貴族のさドミトレスク夫人だったらさ、なんかあの剣が十字にさこう突きつけ、あの突きつけられてるものとかさ、あとなんだっけ、冒頭の会議とか、あのドナだったら月と太陽みたいなさ、あの紋章だったりとかで、ハイゼンベルクだとあの馬の、あ、ちょ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 、どこ行っちゃった、おーおー、近い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 、あのモロじゃない、ハイゼンベルクだったらあの馬とあのひずめっていうの、鉄槌っていうの、 あれをさやってたりとかするし、なんだけど、で、まあ、大体そのあの各キャラクターのさ、各四貴族のさ、そのまあ、あこんな感じなのかなっていうさ、こうイメージの枠、その紋章してるんですけど、あのね、もう来ない、あ終わりか、あのどう見てもね、あの申し訳ないけどモローだけ美化しすぎ、マジで。あれは思った。だってモローってカッパがモデルでしょ、で頭ハゲ散らかしてさ、よくわかんない研究をしてるさ、もうなんか オタクみたいな感じの人じゃないですか、であの一番カドゥの適合率も低くてあの知能低下終わってるこいつさみたいな感じで、マザーミランダにも見放されてたけどさ、で紋章がさ人魚なんだよね、どう見てもみたいな感じがする。あれこうあっててさ、あれこれ2体出るかな、で向こう側にある宝箱はモロを始末した後じゃないと手に入らないので、一旦ここの小屋の中はなんか落ちてる、調べるだけかな、はい、はい、あ、ちょっと気のせいか、よし、じゃあ、ボートに乗っていきましょう。OK。ボートキー。絶妙にこう、イーサンのね、顔が映らないようにね、なってるんだよね。動かしても無理だしね。ブー。水。そのままで、浮いてんだよな、これもな。うわ、ぬめぬめしてる。ぬめ浮き。こいつって、デルラゴみたいな、こいつとシンプルに戦ってみたかったのって、合体した姿じゃなくて、ね、よし、じゃあこのまま終点、シュル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 、なんて2回出た、大事なことな、大事なコマンドなので2回出してみましたみたいな、よし、あれ、あれ、あれ、こっちに、あれ、こっち行けなくて、あ、行けた行けた、引っかかったりするんだよね。ね、まあでも四貴族のうちで誰になりたいかって言ったら、特殊能力的にはやっぱり、シンプルに。ここってなんか、あったあった。個人的
にはやっぱりハイゼンベルクかな。なんかいろいろだって磁気を出すことでさ、鉄とかをこう吸着したりね、固めて武器にしたりとかっていうのができるんだったら、それさえあればね、俺に逆らうなーって言ったなーって言ってさ、そしたらもう仕事でも、ああもう給料であげるからそれだけやめてくれーって言って、まあ、一瞬で捕まるだろうけどな。でもそうか、鉄砲を仮に撃たれたとしても、うん、跳ね返すこともできれば、自分の味方にすることもできるかな。まあ、これ消えないんかな。違うな、これなんだっけ、ロムか。Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! ちょっと待って、ちょっと。だいぶあれやな、字幕とセリフが噛み合ってなかったけど大丈夫かな。So Chris, why not? ミアを殺して。You killed Mia!Now do me and finish the job. まあ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 、まあでもそうだよね。今のこの状況だったら、ただただ嫁を殺された恨みを持つ旦那にしかなり得ないよね。目の前でね、最初誰が撃ったか分かんないけどさ、後からさ、とどめを刺すかのようにバコ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 って言ったらさ、それは兄さんじゃねえや。How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold.ということで、多分次回パートで撃ち殺せるんじゃないかな。You stay out of our business. God, watch out! なかなかちょっとあまりよろしくない。もうちょっとこう、おとなしい。ああ、やばい。意外とモローで死んだりする可能性があるみたいな。海というか湖に突き落とされて、ヒャーみたいな。そういうことか。さあ、カッパが本性を表すよ。皆さん、紋章と見比べてみたときに、これどう見ても人形じゃないよね。Stay back! 背中にお目目ちゃんがいっぱい生えて、目が生えたおかげで髪の毛がはげ散らかしたって。てか、こいつそもそもなんでこうなったのって話だよね。なんでこうなっちゃったんだろうな。さっきまであそこにいたのに、捕まえることができなかったから、なんか、あれなのかな。ミランダ sent you to slow me down. そういうことです。pathetic. 時間稼ぎ。ミランダさんも一緒になるの。マッチ医者がなんでここまでミランダにこう執着するのかっていう、その裏ストーリーとかも気になったりするね。まあそれはそうだよな。結局だからこれカドゥーに適合しきることができなかったから暴走してしまって、で中にいた湖の主かなんかに食われて、で合体してあんな気持ち悪い。で食われたと。で急いで逃げないと吹っ飛ばされるんで逃げます。やばい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 、じゃーん。うわそうはならんやろっていうなんか飛び方だったけどな。後ろからめっちゃ飛んできてるけどな。でこれ後ろ見ると跡形もなく消えてんだよね。これどっかにいる。あそういうことか、そういうことか。これちなみにあれを先に壊しとくとかできるのかな。あ、いけたね。チュイン。おお、オッケー。よし、じゃあ、霧のいいところまでやってきましたんで、一旦ね、この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ここはまだ先行けないね。OK。じゃあ、次回パートね、モローを、海の底に沈め、海じゃないな、湖の底にですね、沈めていきたいというふうに思います。で、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してね、次回も楽しみだよー、モローボッコボコにしてよーっていう方はね、押していただけると思います。はい。あ、ようこそ。シンプルなようこそだったね。前はああ、ちょうど暇していたところなんですって、仕事せえ貴様みたいな状態だったんだけどね。これで、ah, Miss Angie, just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. 玉はそんなにないね。OK。18万あったら確か威力が上げられてる。OK、来た。よっしゃ、これでマックスですね。次はやっぱり相談数上げていこうかな。よし。Have a wonderful adventure. Wonderful adventure, wonderful adventure, wonderful adventure, wonderful adventure. あれだね。チャーリー・チャップリンの独裁者のあれでもやるね。チャプリンがさ、ヒトラーのふりして演説するっていうシーンがあるんだけどね。はい。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。テッカテカイーさん。バイバイ。